サークル線はロンドン地下鉄の路線である。ハマースミス駅からエッジウェア、ロード駅を経由し、ロンドン中心部を一周した後エッジウェア、ロード駅に戻る。かつては日本の山手線のような環状線で環状運転を行っていたが、2009年にエッジウェア、ロード駅からハマースミス式線に乗り入れする形で延長されたため、現在は 日本の大江戸線のような6の字型運転である。世界で最初に開業した地下鉄であるメトロポリタン鉄道の区間を含み早期にできた路線であるため全体的に地表から浅い位置を走る。地下鉄路線図の案内上では黄色に着色されている。1949年までインナーサークルという故障だった。日本の山手線のように 以下の路線図の通りに一周 20.75km の環状線の27駅を内回り外回り両方向に運転していた。2006年のダイヤでは内回り外回り合わせて14本の列車が同時に運行し8分から8分半の間隔で運行していた。ハマースミスシティ線に乗り入れする形でエッジウェア、ロード駅からハマースミス駅まで延長された。 これにより、環状運転ではなく、ハマースミス駅方面から来た列車が、エッジウェア、ロード駅を通り、ロンドン中心部を一周して、再び、エッジウェア、ロード駅に到達するというルートに変更され、ハマースミス支線の列車本数の増加につながった。以下の区間でた路線と線路を共有している。線路が独立している山手線と京浜東北線や埼京線の関係とは異なり、 高崎線と宇都宮線の上の大宮間の関係のように同じ線路やプラットフォームを共有している。1871年にインナーサークル線の運行が始まり、マンションハウス駅からムーアゲートストリート駅までサウスケンジントン駅とパディントン駅を通って運行された。ケンジントン駅とサウスケンジントン駅の間では、両者がそれぞれの線路を保有していた。 メトロポリタンディストリクト鉄道は1868年から1933年までロンドンで運行されていた旅客鉄道である。1864年にインナーサークルを完成させるために設立された。開通当初は蒸気機関車とガス灯照明の木製客車で運行されていた。1871年に自社の列車を持つまでは メトロポリタン鉄道が運行を行っていた。1905年に電化が始められ、同年の終わりには、全列車が電車となった。1933年に、メトロポリタン鉄道その他の交通機関と合併して、ロンドン旅客運輸公社となった。メトロポリタンディストリクト鉄道の路線は現在、サークル線、ピカデリー線、ディストリクト線として運行されている。ありがとうございます。